Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合熊本県連合ジャーナル社民党熊本県連合が主催連携おすすめしている活動を報告します。首を切られた非正規労働者ついに国会へ。第1回社会民主主義セミナー主催社会民主党熊本県連合。講師は社会民主党副党首大椿優子参議院議員です。この講演録は2023年6月10日熊本市の水前寺共済会館で行われたものです。10入管法改悪に連帯して抗う。そして昨日の話、皆さんニュースご覧になれ なられましたか。入管法、これが強行採決をされてしまいました。私、国会に来てまだ2ヶ月ぐらいですけれども、この入管法のことに、一議員としていろんな場で発言をさせていただいてきました。所属している委員会は法務委員会でも何でもなくて農林水産委員会なんです。ちょっとこの話も、ね、できたらいいなと思うんですけれども、けれどもやはりこの入管法というのは私にとって当事者の問題でもありました。私は、連れ合いがスペインのバルセロナというところ町の出身のカタルーニャ人なんですね。で、日本に移り住んでもうすぐ6年目を迎えようとしています。まさに入管という場所は定期的に在留資格の更新をするために通う場所でもあるんです。ですのでこの入管法、今回最大の肝は現行法では難民申請を行っている機関は強制送還することができないというふうになっています。けれども、ウィシュマさんの事件も経てもなおやはりこうやって国に帰りたくないがために何度も何度も難民申請を行う人たちが出る、そこにある種規制をかけるために今回の入管法は3回以上難民申請をした人たちは強制送還可能にするという法律に、むしろ現行法よりも改正ではなく改悪するというところが大きな肝だったわけです。難民申請を行っている人たちの中には国に帰れない事情を抱えている人たちがいます。戦争がある、紛争がある、もしくは、母国で政治活動を行い反政府勢力として、認識されているために帰った場合逮捕される、拷問を受ける、もしくは殺される可能性がある人たちもいます。中には性的少数者 LGBTQ であるがゆえに国では迫害を受けるという理由で助けを求めて日本に来た人たちもいます。そして女性、アフリカの地域の中には女性性器切除という慣習が今でも残っているところがあります。女性性器を切る、そういう慣習が残っている地域から逃れて日本にやってきた人たちになります。そういう人たちがもしこの法案が通れば、国に返されるかもしれない、それはある種私たち日本が、日本人がこの死刑執行のボタンを押すことでもあるということでこの入管法に反対をしてきました。幸いうちの連れ合いは順調に在留資格が出ています。最初は大抵1年なんです。その次が3年、そして5年というふうに少しずつ延長期間、更新、ビザの期間がね、在留資格の期間が長くなるんです。でもうちのケースは本当に順調にいっているケースです。私は入管に、やっぱりこの彼との結婚を通じて初めて入管っていう場所に行ったんですね。ほとんどやっぱり例えば日本人同士と結婚していたりとか、ほぼ入管に行く用事なんて私たちないじゃないですか。でもこの結婚を、外国籍の彼と結婚するということで入管に通うようになり、
在留資格取得のために書類を書いて、初めて、ああこの国は、この国の入管行政はそもそも外国人を犯罪者予備軍として位置づけているんだというのが、その書式の中から伝わってくるわけですよ。私自身は身元引き受け人としてあらゆる情報を提供しなければいけません。貯蓄がいくらあるか、そして納税はきちんとやっているか、私の家族の連絡先全ても提供しなければいけません。彼とどこで出会ったか、どんな交際関係を築いてきたか、写真を見せなさい、そんなことをいろんな書類を出していくんです。その中にはこの人が日本に住んだとして犯罪を犯さない、本当にあなたその保証ができますかっていうことが、その書式の中から私は現れてきます。けれどもその書類を出さなければ彼と日本で暮らすという資格すらもらえないということを、私は感じ、本当に入管は私たちにとって盾を立てつけない場所っていうふうに私自身も感じているんです。ここで盾つけば、彼と日本で暮らすという資格を与えられないかもしれない。ここは穏便に、何を言われても冷静に、喧嘩をしてはいけない、そんな思いでいつも彼が在留資格の更新に行くときは、もしかしてそのまま収容されないように、必ず私は毎回入管についていくようにしています。その入管の中で、彼に順調にビザが出ているのはやはりヨーロッパ人の白人だからだと私は思っています。そして私が一定の職に就いていること、なんなら政党関係者であるということも大きく作用していると思います。浅ましいかもしれないけれども、私は永住権を取るなら今だというふうに思うんです。国会議員になった今であれば絶対に拒否をされることはないだろう。そういうさまざまな要件を見ながら、入管のフリーハンドで、入管の判断でこの人にビザを出すか出さないかということが行われているのが日本の入管行政だというふうに思っています。つまりブラックボックスなんですよ。なんでこの人に在留資格が出てこの人には出ないか、なぜこの人は収容されるのかされないのか、ここの基準というものが明確に私たちに示されていない。全て入管の裁量で、さじ加減で収容したりしなかったり、在留資格を出す人を増やしたり増やさなかったり、こういう不平等なことが行われているのが日本の入管行政だというふうに感じています。そこにさらに新たなフリーハンド、グリップを渡すのが今回の入管法の改悪だったというふうに思っています。外国人のパートナーを持つ私としては、多くの国会議員が、この立憲社民会派、そして共産党、ここに隣に無所属の方がいるんですけど、それ以外の人たちはずらーっと立つわけです。それを見たときに、やっぱり外国人のパートナーを持つ私としては本当に地獄絵図だなというふうに思いました。彼らは自分たちのことを排外主義者だというふうには思わないでしょう。彼らは自分たちが外国人の日本に難民申請を求めている人たちの死刑執行のボタンを押したという自覚もないでしょう。けれどもそこにつながる判断を昨日多くの、与党議員が手を貸してしまったという現実を、ぜひ皆さんにも知っていただきたいというふうに思います。けれども絶望だけではありません。この入管法はやはり多くの希望を私に見せてくれたというふうに思います。国会前には連日座り込みに来る方々がおられました。国会の中で委員会というのは火曜日と木曜日に大体行われるんですね。この時には必ず国会前に座り込みに来る人たちがいました。難民の支援に携わってきた方々、そして今回の法改正を通じてこの法案はおかしい、そう思った人たちが日中座り込みに来られました。国会前の前でも、定期的にですね、4000人、5000人という方々が入管法改悪に反対ということで大きな集会を開かれていました。それが東京だけではないんです。
全国各地で、行われました。私の地元である大阪でも行われていました。熊本でも多分声を上げていらっしゃった方もいらっしゃったんじゃないですか。街頭演説ね、されたと思います。社民党としてもこのことで街頭活動をやろうっていうことでもやってましたから、ここにですね、この問題に関して抗議の声を上げてくる上げる人たちの中に本当にたくさんの若者がいるんです。むしろ若者たちがこの運動を引っ張っていって出るんじゃないかと思うぐらい、若い人たちがこの入管法改悪に反対の声を上げていました。そしてその動きが全国に広がっていってました。この運動の広がりがなければ、多分入管法もっと早く通ってたと思います。衆議院の野党側の対応なんて本当にもしかしたらこれ賛成に手貸してたかもしれないんですよ、衆議院の野党はね。だけど これを止めで、そこの中で野党議員がこんなもの通しちゃダメだって、私たちが声を上げて衆議院の立憲社民会派ではこれも反対でいこうというところまで行ったんです。でも寸前のところであの人たち賛成をしようとしています。そして参議院に持ってきて、そこから新たな事実が次々と出てきたんです。なんでもっと衆議院で徹底的にやんなかったんだって思うぐらい、例えば参考人で出てきた柳瀬、房子さん、4人、この方難民認定を行っていた方です。この人の発言が、虚偽であったということも明らかになりました。そして私たちが日頃利用している大阪医師館で泥酔した医師が診察をしていたという問題も出てきて、やっぱり立法事実が崩れたわけですよ。一旦これはやり直しだというふうに私たちは訴えてきました。これは運動が、皆さんの運動がなければここまでの引っ張ることもできなかったと思います。結果として採決されてしまいましたけれども、私たちに戦う時間を与えてくれたのはやっぱり市民の皆さんの運動がこの戦う時間を作ってくれたというふうに私はつくづく思っています。先ほどのマイナンバーもそうなんですけど、これだけ立法事実が崩れたわけじゃないですか。でボロが出てきたわけですよ。で政府与党側の出してきた情報というものが虚偽だった、隠していたっていうことが分かったら、与党議員も怒りませんかと思いません？与党議員こそ怒りませんかと、嘘の情報で私たちは審議させられてきたんですかと。もし国会議員 なのであれば、少なくとも正しい情報に基づいて誠実な判断をしたいという思いがなければならないと思うんです。けれども今の国会は誤った情報であろうが、虚偽の答弁であろうが、隠していたことがあったとしても、とにかく通せっていうのが今の国会です。ここがやっぱり国会議員としての正義、誠実さ、それすらも失われているという、危うさではないかというふうに思っています。それがこの入管法にしても、そしてマイナンバーのことにしても、そしてさっき言って原発 GX 法のことにしても、全てに共通しているということに私たちは危機感を持たなければいけないと、同時に国会の中と皆さんの街の中での活動っていうのはつながっているんだということを改めて伝えたいんです。皆さんの後押しがなければ、私立憲少なくとも立憲社民会派、ここまで踏ん張れなかったんじゃないかと思います。社民党の私たち2人が踏ん張ったとしても、立憲会派としてここまで戦い続けようっていうふうにファイティングポーズを取ることができなかったんじゃないかというふうに私は感じています。ですので皆さんが路上に出て訴えてくれること、地域の中で思いを共有し続けてくれていること、そういうものはやっぱり国会の活動につながっているんだ、国会の審議につながっているんだっていうことをたった2ヶ月ですけど私は強く感じました。ですのでぜひ私は、そういう市民運動と労働運動と、そして国会を国政をやはりつなげる役割として、
行う活動をしていきたいという思いを今強くしています。頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。Social Democratic Party 社民党。